コクヨの予告を覗いてみよう。インクルーシブデザインで誰もが自分らしくいられる社会？ねえねえ、インクルーシブデザインって聞いたことある？なんだろう、何か特別なデザインなのかな。高齢者、外国人、障害のある人などいろいろな個性を持つ人たちと物や空間を作るプロセスの初期段階から一緒にデザインを考える手法なんだって。例えばどんなデザインがあるんだろう。取り出しやすい箱入り封筒はなるべく力を使わないで片手で誰でも取り出せるように、体の不自由な人との対話を重ねながらデザインをしたらしいよ。おー、めっちゃ取り出しやすそう。このデザインの進め方をハウズデザインと名付けて取り組んでいるのがカウネットの吉村さん。お話を聞いてみよう。コクヨのマテリアリティの中に社内外のウェルビング向上を掲げてまして、2030年にインクルーシブデザインを経た商品の上司率を 50% 目指しています。そこで部門横断型のタスクフォースが立ち上がってハウズデザインの取り組みが開始されました。対話を何よりも大切にしてるんですけど、決まった何かを提供するわけじゃなくてコミュニケーションを取りながら柔軟に考えていくことを大切にしてます。それもやってあげてるっていう上から目線じゃなくて、困ってる人がいたら当たり前に助けるよねっていうマインドが大事だなと思ってます。コクヨが作るのみならず、社会にあるものやサービス、いろんなものが様々な人によって心地よく変化していくといいなと思ってまして、コクヨのハウズデザインが社会に広がるといいなと思っています。多様性という言葉を使わなくても一人一人が自分らしくいられる社会に一歩ずつ進みたいなと思います。私の予告は、世の中から多様性という言葉をなくします。